ドクタースランプあられちゃんドクタースランプあられちゃんの映画作品ドクタースランプほよよ宇宙大冒険ドクタースランプほよよ宇宙大冒険は1982年7月10日に東映系で公開された東映動画制作の長編アニメーション映画鳥山明の漫画ドクタースランプを原作とするアニメドクタースランプあられちゃんの劇場版2作キャッチコピーは あられが一奮闘。ペンギン村から飛び出したスペースアドベンチャー。ドクタースランプの劇場版は10作品あるがほとんどは短編映画で全90分の長編は本作のみである。当作品は公開時放送していたテレビアニメドクタースランプあられちゃんの劇場版だがドクタースランプというタイトルで制作、上映されている。また、ほよよ。 宇宙大冒険というサブタイトルは後に家庭用ビデオソフト発売の際に名付けられている。当時は VHS とともにベータマックス版も発売した。原作には存在しない劇場版オリジナルストーリーでマシリトや山吹緑などのキャラクターの設定が漫画やテレビアニメと少し異なる。テレビ放送は1983年7月14日に 木曜ファミリーワイド枠で放送。その後1984年の新春アニメ劇場第一回として7時30分8時26分で放送。また1992年のドクタースランプあられちゃん92お正月スペシャルの1月3日金曜日6時45分8時30分に放送された。2004年9月22日には本作のサウンドトラック ドクタースランプ音楽集が発売された。巨大なワルが宇宙を蹂躙しようとしていた。それとは、無関係に平和なペンギン村。存立中学園は夏休みに入ることに、成績表を渡す山吹緑先生だったが、その最中泣き崩れてしまう。乗り、巻き荒られた知生徒が問いただすと、退職して故郷に帰り、結婚しなければならないのだという。山吹先生に、 ベタボレの乗り巻き戦兵衛は共に故郷に行くという。それに対して山吹先生は自分の故郷は宇宙の彼方にある竹屋さおだけだと告げ戦兵衛を驚愕させる。かつて誤って宇宙船に乗り竹屋さおだけに行ってしまった山吹先生はそこで吉地家として世話になった国王夫妻に恩返ししようと決意し、 竹屋王妃が病に倒れたと聞いて向かう決意をした。山吹先生の意思に感銘を受けた千兵絵はたとえ、宇宙の彼方だろうとついていくと宣言する。しかし、二自宅をした千兵絵が、山吹先生の自宅、アンギラスマンションに向かうが、その目の前で、山吹先生は迎えにやってきた宇宙船と共に去ってしまう。山吹先生に会えなくなり、放心状態の千兵絵。 ついには幻覚をもみるようになり、寝込んでしまう。それを見かねたあられは、千氷栄を山吹先生に合わせようと、ガッちゃんと共に深夜の研究室で宇宙船を作り始める。そのあられの姿を見て千氷栄は、勇気づけられると、天才科学者である自ら宇宙船を作って、竹屋さんをけせに乗り込むと行動を開始する。そして完成した宇宙船艦スランプ号に、 いつものメンバーであるあられの悪ガキ仲間、黄緑やかね、空豆ピースケ、空豆太郎を乗せ、騒動を起こしながらも、地球を経った。一方、竹屋だ岳生に到着した、山吹先生の前には、浮かない様子の国王夫妻の姿。竿岳王はこの星は、昔の平和な星ではなくなってしまった、という。そして現れたマシリト。宇宙を征服したマシリトは、 竹やさをだけせいで手に入れた山吹先生の写真を見て自分の妻にしようと罠にかけた。その時、マシリトは千兵衛たちの存在に気づく。山吹先生が強引に迫るマシリトに平手打ちを食らわせて拒絶すると、激光したマシリトは部下の三悪人、幼稚園、保育園、リボンちゃんに千兵衛たちを皆殺しにしろと命じる。その頃、千兵衛が スランプ号にトイレをつけ忘れたために立ち寄った惑星で、千兵衛たちは何者かに襲撃される。その正体はスッパマンだった。この惑星はスッパマンの故郷を抱かかう目星だったが、マシリトたちによって襲撃され、廃墟と化してしまっていた。そのを抱かかう目星に、千兵衛たちを追ってやってきた三悪人は、留守番中だったアラレトが、チャンにおちょくられてしまう。モビルスーツ。 リブギゴを繰り出すが帰り討ちに会い、宇宙戦艦、ウルトラヘッドごと撃墜されてしまう。なおも強引に山吹先生に迫るマシリト。しかし戦表衛たちが竹屋さをだけせに向かっていることを知ると、大艦隊を迎撃に向かわせた。宇宙 SF 要素を押し出しているため、作中には様々なメカニズムが登場する。役名は、ノンクレジット。突起のない役名は、 ロードショー特別編集ドクタースランプより本作のアルバム2004年9月22日にコロンビアミュージックエンタテインメントから発売されたサウンドトラックで本作の劇中で使用された挿入歌や BGM が収録されているドクタースランプの劇場作品の中では唯一のサウンドトラックである収録曲オープニング宇宙をかける野望平和なペンギン村 さよなら山吹先生スランプ号発信。愉快な惑星マシリトの無双宇宙の帝王。マシリト不気味な惑星を抱う目整リブン,ンを出撃。マシリトのコンチェルトスランプ号。宇宙の攻防あられ VS キャラメルマンマシリトの敗北エンディングメジャンコスーパーディスコ。ありがとうございます。